撮れてまーす、はい、じゃあお茶入れます、はい、あ、こっちでいいよ。水江さんちの和室の方にいるの。わかる。離れてるのよ。離れてるの。すごいよ。いつもより豪華なお茶セットだよ。カキが。ほら裏にも絵が描いてある。これは。私が持ってきたお茶菓子です。お茶菓子見えるかな。こんな感じで鳩饅頭と五花棒持ってきました。あら、鳩饅頭って私の生まれた故郷。あら、富山でしたか。あ、だからこれよく買うの私。あら、よかった。じゃあ、美味しいですよね。うん、美味しい美味しい。あの素朴でね。今日ね、伊勢屋さんで買おうと思ったら伊勢屋さんお休みで連休だったんです。それで直売所で買って、私も直売所で買って息子に乗せてもらって行くと必ず。じゃあ恵子さんにね、うん、じゃあ恵子さんに鳩まんじゅう。そうですね。今行きます。あ、お茶自慢ですか。はい、今運んでるところお茶を隣の部屋へ。面白いね。面白いな。そっちだけは運べないんですけど。ね、ちょっとこうやったら運べたらいいね。いつかそうなるかも。これ動画用。鳩饅頭です。はい、じゃあ、水江さんはこちらでいいですか。はい、じゃあ皆さん、お手元にお茶があったらいただきます。いただきます。ちょっとマスク外させてもらいます。あ、そうだね。おいしい。おいしい。あ、いいお茶でございます。いつものおいしい水江さんちのお茶でございます。いいですね。大島さんは元気でしたか。はい、元気です。店ずっと休んでたんで。ああ、そうよね。と、うん、6月3日から始めましたけど、うん、予約はね、ほんと1件入ったんですけど。わお。やっぱり全然もうこれからまだない入ってないです。あ、これ旅した通りは。いや、来てますよ。来てる観光客は。これがあれね、まなごさんなのね。そうそう、これ誰かと思った。誰かと。そう、これがまなごさん。これがね。そうそう、今画面を指さしてる。じゃあ人通りはだいぶ戻ったけど、まだレンタルしてお着物を着て、まあ街を歩くとまではいかないって感じ。そうですね、本当にね、数人見かけますけど、他もオープンしてるんで。1ヶ月以上休んでたじゃないですか。休んでた。うん、あ、まあ、恵子さんもそうだけど、再開されて恵子さんはすごいいっぱい予約入っちゃったんでしょ。やっぱいいよ、そうよね。いや、まなごさん、マスク外していいじゃない、一人なんだから。あ、そうだね。誰だかわかんないもん。マスクフェイスシールド、うちもそうなんだけど、フェイスシールドしてればさ、マスクいらなくない？
できないよね。確かにね。そういえばね、今年結構ブドウの房がなってんのよ。あ、本当だ。で、だからそれがね、映る。ブドウ狩り？ブドウ狩り？うん。できたらいいなと思って。見える？でもね、なんかちっちゃいつぶつぶついてるよ。気持ちよさそうな。楽しみです。その頃にはね、その頃にはね、そう、うん、あの新型コロナウイルス、うん、収まってればね、また去年と同じようにみんなで集まってブドウ狩りしたいと思ってんですよ。ツイッターで届いてる。うん、早い。
請求来るわ。いやそうそうそう。東松山市はね、一番最初の振り込みがね5月28日だったのね、うん、それはあの5月の12日までに申請出した人が受け付けてもらえたのよ、うん、私は申請書をもらわないで自分でダウンロードして書いて出したから、その一番最初の振り込みにあったあったのね、ダウンロードです、うん、あのねオンラインでやった人は意外と間違いが多かったんですって。そうですね、うんうん、それにね、その何調べるのに大変らしいのね、かえってオンラインのあれの方が、ね、うん、だからあの申請書だ郵送されたらそっちを優先するってホームページに書いてあるのね、うん、そうですよね、そっちの方が早かった、うん、そう、うん、だって5月の15日に申請書を出したんですよ、うん、封筒を書いて、うん、まだ振り込まれてないからね、あれそんな早く出して、うち18日に来て、うん、それでたまたま市役所に行く用事があったから市役所でたまたま結構空いてて、混んでたらやめようと思ったんだけど、まあ、どっちにしても用事あるからって言って、ちょっと空いててすぐ出してすぐチェックしてすぐ終わっちゃった、うん、早かったね、タイミングかもね、また役所って来ないでください来ないでくださいって言ってんのよね。そうそう